イメラジオ第2021回、今日は令和2年3月13日金曜日です。時刻は午前7時半、横浜港北、朝です。東からちょっと上に昇ってきた太陽、眩しいですね。春なので霞かかり、町はまだ目覚めたばかりの、けれど活動は始まった、そういう朝の雰囲気。朝早い時刻は太陽はオレンジまた黄色い感じの光を町に投げかけていましたが、徐々に白っぽいあのお昼の光に変わりつつありますね。とっても暖かな朝、3月も12日となればこんな気温、13か、3月も13日となれば。さて、金曜日の夢ラジオ、今回はニューヨークダウ3割下落、こんなタイトルでお話します。みたいな。ニューヨークダウ3割下落ですね。今日の東京市場はまだ開いていませんが、1万8000円切るかもしれないですね、このノリだと。私もここまでの予想はしていませんでした。もう完全に行き過ぎだと思います。行き過ぎだと思いますが、私がいくら行き過ぎだ行き過ぎだと言っていても、マーケットというのはそういう個人の思惑とか正当性に関わりなく、みんなが何々だと思えばそっち方向に動きますので、今みんながウイルスというのは重大なんだと思ってる、特にマーケット関係者はね、そう思ってるということでしょう。以前この夢ラジオで、あの3週間ぐらい前でしたか、ニューヨークダウが3万ドル目前みたいな話して、そのすぐ後から下がり始めて、昨夜、あの日本時間では昨夜ですね、21,200ドル、21,200ドル、この前まで3万ドルいくかいかないかみたいな。そうすると、まあ単純計算してもサザンが9だから、9000ドル、 30% 下落していますね。リーマンショック以来ですよ、このような下げは。日経平均も2万4000円の手前から、昨日の終値で1万8000円台、今日は1万8000円割るかもしれませんね。最後の実弾を今日のマーケットで私は放つかもしれない。最後の実弾、もう本当にないと。もう日露戦争、あの旅順の戦いの第7軍っていうんでしょうか、もうこの第7軍がなくなったらもう部隊いないみたいな。春の選抜も中止になったようですね。でもどうなんでしょうか。じゃあ、あのもう私は今ね、横浜に住んでいて、まあ、それなりに外にも出て、そして電車にも乗ってって普通にやってますけど、じゃあどなたかがそのコロナウイルスにかかって重篤なんだという話を聞いたことがない。なんか報道ではね、なんとかって書いてありますけど、風邪でもインフルエンザでも毎年ね、その亡くなられる方はいらっしゃるわけで、だから私はてっきり今回のウイルスっていうのもコロナウイルスですか、まあ風邪の一種かみたいな、そういうノリだったんですよ。それがまああれよあれよという間にですね、世界に広がったとかなんとか。ただしどこ見てもですね、そのパンデミックっていう WHO がそういうふうに言ったらしいんですけど、パンデミックのそのかけらもないって言うんでしょうか、街出たら怯える人々がマスクしてるだけという、私にはそう見える。ですからまあそのウイルスによって、まあ、あの市場が下がってるんだということから、私はまあ難品買いをずっとやっていて、もう実弾打ち尽くしという、もう本当にもうなくなってきてるわけですね。このノリだと半値も覚悟しなきゃいけないなと。マーケットはこのような場所なんですよ。半値も覚悟しなきゃいけないなと。ただし今回はですね、あの
いわゆる損切り、ロスカット、これは一切やらないつもりでおります。こんな時に損切りするのはアホですよ。だって一時的なんだから。しかも、なんか私にはバカな理由に見える。騒ぎすぎに見える。いずれ、選抜の球児たちも、神奈川県からは東海大相模が出る予定だったんですけど、春の選抜中止。だけど、相模高校のナインも、夏があります。夏はやるぞと思ってるわけですよね。そういうものなのですよ。いずれ収束します。しかも、何度も言いますが、どう見てもそんなすごい話題には見えない、このウイルスの話題がね。というわけで、ロスカットなんかするわけない。この時に損切りしてるやつはアホですよ。ただですね、信用取引の買いをやっていると、もう25%、30%の下落になってるはずなので、どの銘柄を買ってたとしても。ですと、追加の証拠金が発生するんですよ。追証って言いますね。これがマーケットでやられる最大の理由ですね。信用取引における追証ってやつ。そして追証を入れればいいんですけど、追証を入れなかったら自動的にもう決済されるという、そういう状況。今だいぶ苦しんでる人多いと思いますよ。今。信用買いはいつもやってる人いますから。だから信用買いやるってことは、ダメだった時にさっと損切りするっていう、信用買いは損切りが大事だと思います。がそれができないので、やっぱり思い込みっていうのは人はありますから。だからここまで引きずっちゃうと、しかも金利が発生してますよね、信用買いだから。そして、半年決済という、そういうコースで信用買いやったんなら、もう1ヶ月か2ヶ月は過ぎた。どうでしょうか、これ。ニューヨークダウが30%も下落した。リーマンショック以来だ。で、今回のこの、ウイルスがですね、リーマンショックという、金融が止まるっていうね、金融が止まるっていうのは、何に比肩するんだとずっと思ってましたけど、ここまで下がってくるとですね、ウイルスそっちのけでですよ、当初の理由であったウイルスそっちのけで、株で下がってきたから、投げ売りすると、何でもいい。そして石油でもいい、株でもいい、金でもいい、不動産でもいい。で、その投げ売りすることによって、さらに売りが加速し、そしてそれを見て金融の流れが止まる。これがやばいんですよね。ウイルス程度で、しかも今回の金融危機なんか起きそうにないものなんです、普通はね。で、リーマンショックがひどかったのは、もろにサブプライムローンっていう金融の根幹を直撃するような、そういう問題だったから。で、今回はウイルス、しかもそれほど騒ぐほどもないような。なのに、それによって株価が、例えばニューヨークダウで30%もこんなに急激に下がってしまったら、マーケットから流動性が失われる。これがやばいんですよね。こうなってきたら、確かにリーマンショックの再来もあるのかもしれない。現物で買った人は、ほっときましょう。マーケットを見るのが嫌ならお散歩行きましょう。そういうものなのですよ、投資はね。ただし、何度も言いますが、いずれリバウンドいたします。ウイルスは収束いたします。今日は下がるでしょうね、日経平均も。このような時にどう動くかというのも、その人の投資家としての胆力ですね。夢ラジオ2021回、今回はニューヨークダウ30%下落、こんなタイトルでお話しました。ありがとうございました。